いわゆる袴田事件のやり直し裁判が先ほどから静岡地裁で開かれ、犯行着衣とされる衣類についた血痕の DNA 型が争点となっています。裁判はね、まあこれであと3回ですがね、いつもと変わりない、まあ、5月22日までね、頑張っていけるようにと思っております。1966年旧清水市で一家4人を殺害したとして死刑判決が確定した袴田巌さんをめぐっては、裁判のやり直しが認められ、去年10月から静岡地裁で公判が続いています。13回目となる今日は、犯行着衣とされる5点の衣類に付着した血痕の DNA 型が争点となっています。弁護側は、5点の衣類に付着していた DNA 型は鑑定の結果に基づき、袴田さんのものとは一致しないと主張する方針です。午後、検察側の主張が行われる予定です。